はい。今回は、共産党と強いつながりのある2党夢野さんが代表を務めるコラボについてやっていきましょうか。えまたまた怪しいところをつかれてしまっていますとえ。共産党と強いつながりのある2党夢野さんが代表を務めるコラボえ。こちらのですね、ツイッターのレッドさんという方にですね、えこんなツッコミをされています。 質問です。1億円の助成金について、記者は退職対象表の広告義務を令和4年11月末頃まで果たしていなかったようですが、令和3年当時、この点を申し出た上で、 公募要領2のガバナンス基準を満たしていると判断されたのですかというふうにですね、えー、このような質問をされていますと、えー、今回の事件ですね、なぜか募集されている事業に対してですね、要件を満たしていない、えー、そのコラボがですね、なぜか1億円をゲットしているというようなお話がありましたので、えー、ちょっとこのお話についてですね、紹介していきたいと思います。 今回の事業なんですけども、こちらですね。えー、コロナ禍の住宅困窮者支援事業、休眠預金活用事業、2020年度コロナ緊急支援助成枠っていうので、パブリックリソース財団とホームレス支援全国ネットワークは、休眠預金等活用法に基づく、休眠預金を活用した民間公益活動の促進の一環として、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、住まいや居場所を失い、 生活の立て直しが必要な人を対象に住まいと就労支援を含む自立支援をセットで提供する社会的事業構築を 住宅物件取得のための初期投資へ資金提供することで支援しその後の持続可能な支援付き住宅提供システムの構築を目指すコロナ禍の住宅困窮者支援事業を開始しますというのでですね、えー、コロナでですね、えー、仕事がなくなったりですとか極端にお金がなくなってですね住む家がなくなってしまったというようなですね人向けに、えー、使われていない預金眠っている預金からですねお金を出して支援をしましょうというようなですね事業が行われて いましたとで具体的にはでですすねねこちらです、ねえー、本事業では住宅物件の取得、建築、リフォームを含むを行うための資金を助成し民間ベースの良質な断らない住宅の受け皿を作り住宅支援と 就労をを含む、えー、自立支支支援援援のののフルセットででで提供すすする支援システムの構築を支援しますっていうのでですね、えー、住むための家を用意してですね、働いて、まあ、自立していけるように支援をするような事業になりますと、えー。証拠などはですね、後ほど紹介しますけども、実際にですね、先ほど紹介した事業、数ある候補者の中からですね、コラボが最終的には選ばれていまして、えー、こちらですね、実際にコラボが実績としてですね、活動報告書で報告もしています。 ちょっとアップにしていきますと、こちらですね。えー、居住支援というので、入居者1名いましたよっていうので紹介されてますね。えー、2022年3月、大型の助成金をいただき、大型っていうのは先ほどの助成金ですね、1億円だったんですけども、まあ、1億円の助成,助成金をいただき、新たに8部屋の個室アパートを建設しました。入り口はオートロックで宅配ボックスあり、各部屋には二口コンロ、 ウォシュレット、浴室乾燥機、Wi-Fi、えー、冷蔵庫、洗濯機、レンジ、ケトル、炊飯器、えー、ローテーブル、タンストー、家具家電30万円分付き、保証人不要で入居できます。部屋のデザインや雰囲気にもこだわりました。こうした活動がモデルとなり、施設ではなく自分の家として住める場所を増やしていけたらと考えています。 アパート完成後、すぐに1名が入居しました。というふうにですね。まあ、このように報告されてますけども、まあ、ちょっと話が逸れてしまうかもしれませんけども、一応ですね、この活動報告書にはですね、ここ、す、え、べ、ー、ての少女に異色住と関係性を困っている少女が暴力や搾取に行き着かなくて良い社会にを合言葉に、10代女性を支える活動を行っています。というふうに書いてるんですけども、えー、先ほどの報告ですね、コロナ支援なんですよね <laughs>、えー。まあ別に にですね10代の女性だけを支援する事業,事業じゃないんですよ、えー、なのにですねなぜかこの10代の女性を支援している事業としてこんなことやってますよというふうなですね報告がされていますとまあもしかしたらコラボの提案としては10代女性しか受け入れないですよとか私たちは、えー、応募するけどこの私たちが作る、えー、アパートには10代の女性しか入れませんよとかですねそういう話をしているのかもしれないですけども、えー、募集している事業内容とですねなんか報告されている内容がですね若干こな なるんですよねでこれですね最初のツイートで指摘されていましたけどもこの授業ですねコラボはそもそも要件満たしていないんですよ <laughs> 要件を満たしていない本来のコラボの活動目的とも違うなのにですねなぜかコラボがですねこの授業に応募して選ばれている不思議ですよねえー、一つずつちょっとみ見ていきますとまずこちらですね こちらの写真はですね、今回の事業について、応募を検討している方がですね、募集内容について、左側にですね、質問を書いて、右側がですね、応募している、今回の事業の、えー、募集をしている側の組織がですね、回答してるんですけども、えー、まずですね、事業内容についてこんな質問をしている団体がありましたと、支援住居の候補が11から14室でも申請は可能でしょうか 10室程度の計画でも申請はできますでしょうかっていうふうにですね、このように質問をされてるんですけども、この質問の意図としましては、今回の事業ですね、応募してきた団体の中から7つの団体が最終的には選ばれまして、その7つの団体で200室、200個の部屋をですね、用意する計画だったんですよね。だから、これ平均するとですね、1団体、1つの団体ごとに28室、もしくは29室用意しないといけないというような計算になるわけです。 よねだからですね、えー、ちょっと28室だと、えー、自分たちの団体だと準備するのが多くて難しいなぁとかっていうようなですね、団体がですね、えー、10室ならいけるから10室でも応募していいですかというふうにですね、えー、確認をしたかったんだと思います。で、それに対するですね、募集側の回答がこちらです。えー、確保する 居室数に制限は設けておりませんが、成果目標としては、2022年2月に全国7団体で200室程度を用意し、入居開始していることを想定しています。複数棟でより多くの居室を確保した申請をご検討くださいと、えまた住居は必ずしも同じ建物である必要はなく、飛び地での確保でも構いませんというふうにですね、このように回答してるんですけども、 ま、要するにですね、一つの建物で10室しか用意できないのであれば、えー、別の建物を用意してでもいいから、それなりの数、それなりの部屋の数をですね、手配できるようにしてから申し込んで来いっていう、まあ、そういう話なわけですよね。で、皆さんですね、先ほどのコラボの活動報告書の内容、覚えていますか入居開始日だとか、大型の助成金だっていうようなですね、お話をしている、そういうことを主張していることからも、同じ事業だ、この事業と同じ事業なんじゃないか、ということがですね、えー、推測されるので、 ですけども、えー、先ほどの報告書ではで,ですね八部屋っていう風に書いてたわけですよね <laughs> 樹室だといや他の建物も用意してから数揃えてから出直してこいっていう風にですね、えー、言われているにもかかわらずなぜかですねコラボはですね八部屋で申請して選ばれてるわけですよなんか怪しくないですかね <laughs> ここで言われている樹室より少ないですからねいやこの質問をした団体ですね十分な部屋数を確保できなくて応募を断念してるかも れれなななななないいいじゃででででですかでもですす、ね、かかかかももねねぜぜぜコラボは、えー、それにも関わらず強行で応募をしてて選ばれているとなぜか、OK、なんですよ、ね、<laughs> 怪しいですよね。これ、裏でですね、コラボは8室でもいいから、応募しておいて、とかっつってですね、やってるようにしかなんか思えないんですけど、なんか怪しいですね。うん。いや、コラボがなんか悪いって言ってるわけじゃないですよ。この、選んだ方の団体がですね、ちゃんとチェックしてるのか、なぜこれ10室じゃダメって言ってるのに、8室 でですね合格にしてるんだというところがですねなんか団体側が非常に怪しいですよねコラボは怪しくないですよ団体が怪しいですねでまだまだありますで怪しい部分についてはですねまだまだあります、えー、続いてがこちらですね、えー、今回の選ばれる団体の選定基準が書かれている資料ですでこちらにですね、えー、ガバナンスコンプライアンスっていうような項目がありまして事業を的確かつ公正に実施ができるガバナンスコンプライアンス体制とその え、このように書かれているんですけども、まともにですね、会計報告もできない。えー、まともな会計報告がされていなかったことがきっかけでですね、税金を払っている国民が、その税金の使い方はどうなってるんだっていうふうにですね、指摘をしただけでですね、リーガルハラスメントだーっつってですね、言い返して訴訟をしてくる、そんな団体にですね、ガバナンス・コンプライアンス体制なんて、備えているとは到底思えないんですけどね。 ガバナンスコンプライアンスなんてあるとは到底思えないんですけど皆さんいかがでしょうかいやー義務 報告義務を放置している団体ですよ。いやー、この基準も満たしていませんと。で、またまたですね、この項目も選定基準を満たしていないくせに応募をさせる。え、事前にですね、選定基準を満たしていないけど、え、応募してくれればですね、通してあげるよーっていうようなですね、話を。なんか団体の人が、これ、募集をしている側がですね、そういう話をしているようにしかなんか思えなく見えてくるんですけどね。<laughs> なんで応募してるんでしょうかね。うーん。 これだけでは終わりません。まだまだありますと。えー、こちらですね、レッドさんがですね、追加でコメントしてくださっています。質問です。アパート取得資金1億円の女性事業の公募要領には、 事業実行団体に人件費の水準、ガバナンスのコンプライアンス体制に関する規定を、自団体のウェブサイトで一般に公表する旨が記載されていますが、記者ホームページのどこを見ればいいのでしょうかというのでですね、そのような質問をコラボに対してしているんですけども、この要件も満たしていないわけですよね。コラボのホームページどこを見てでもですね、こんな項目ですね、書かれていないというところでですね、この項目を満たしていませんと。 でこちらはですね、ちょっとおまけになりますけども、応募のためにですね、これらの書類がですね、たくさんの書類が必要になりますと。で、あれだけですね、適当な会計報告書をえ提出していた団体がですね、えー、こちらのですね、収支計画書ですとか、資金計画書ですとか、こんなの用意できるんでしょうかね <laughs> これもですね、適当に鉛筆なめなめしてですね、えー、書いて提出して、えー、通っちゃったんでしょうかね <laughs> この答えはですね、ちょっと後半出てきますので、はい。 で、もうですね、これ結果お伝えしちゃいましたけども、結果ですね、どうなったのかと言いますと、こちらにですね、えー、公募結果についてっていうようなですね、資料が出されていまして、えー、ここにですね、実際に応募した団体の数ですね、応募総数15件、15の団体がですね、応募をしていましたと。で、さらに下に行くとですね、こちらに審査結果って書かれてますけども、審査委員会による審査の結果、4団体が女性対象、実行団体として採択されましたと。えー、各団体の事業名、女性 金額事業概要等は次の通りですっていうのでですね7団体え選ばれる予定だったんですけども結果はですね4団体しか選ばれませんでしたと他の団体はですねまあ、基準を満たしていなかったとかそういうことなんでしょうかねで、どの団体がですね選ばれたかと言いますとこちらですね実行団体ナンバーワンっていうのでですねなぜかまさかのナンバーワンがですね一般社団法人コラボナンバーワン、ね <laughs> no. コラボ来たぞーっていうのでですねおい散々要件出してないだ 団体がナンバーワンってどういうことだっつ <laughs> ってですね、えー、もうなんか怪しい匂いがプンプンするぞーっていうのでですね、怪しいところはここだけではありませんと、女性総額一億円、ぴったり一億円っていうで,ですね、<laughs> これ、えー、先ほどですね、その収支報告書とか、えー、計画書とか、えー、金お金に関するところですね、内訳とか、えー、きちんと提出しないといけないですよというふうなことをご説明しましたけども、あのようなですね、その内訳ですよね。 旅費、交通費がいくらなのかとかですね、人件費がいくらなのかとかですね、細かいその項目ごとにですね、いくらかかるのかっていうような資料ですね、提出しないといけないのに、それを合わせるとですね、 ちょうど1億円になりますと <laughs>。これもですね、もうなんか、報告書をですね、鉛筆なめなめしてなんか書き、なんか適当に書いてるようにしか思えないんですよね。うーん、怪しいですね。これ大丈夫なんでしょうかね。うーん。この怪しさはですね、他の団体を見ればわかりますと。えー、実行団体ナンバー2っていうのでですね、えー、こちらの別の団体が選ばれているわけですけども、ナンバー、no. 2のですね、2番目の団体に関してはですね、9800 4万千円といいうなな金額になっててまして、えー、続いてですね、実行団体ナンバー3、えー、3番目の団体はですね、9717321円と、もう1円単位で選ばれていますと。で、1円単位でやりますっていうようなですね、応募の仕方をしていますと。で、それからですね、実行団体ナンバー4、4番目の団体はですね、8370万円というのでですね、えー、皆さんですね、 ちりですね、一億円とかっていうような金額ではなくって、えー、まあ、団体によってはですね、一円単位で報告しているわけですけども、まさかのコラボはぴったり1億円と、1億円上限だから1億円で応募しとけみたいなですね、そういう話をしてたんじゃないかとかですね、そういうなんか怪しい部分がなんかによってきますと。で、しかもですね、これまさかのですね、コラボが一番多いんですよね。要件を満たしていない団体がですね、一番助成金が交付されるってこれどういうことなんでしょうかね こ,この点もちょっとおかしいですよねなんか裏で行われてたんじゃないかっていうのがですねまたまた怪しくなってきますというところですよねしかもですね先ほどご紹介した通り今回ですね7団体選ばれる予定だったものが4団体しか選ばれていないんですよしかもですね一番金額の多いコラボが 8室しか用意できていませんと。じゃあですね、コラボよりその女性金額が少ない他の団体ですねえ。他の団体ですね、どのぐらいの部屋数が用意できるのかっていうような話じゃないですか。まあもちろんコラボより金額少ないので、まあ同じぐらいの部屋数になると普通は思うじゃないですか。 で、仮にですよ、4団体全部、まあ、他のコラボより安い金額になってますけども、全部8室、コラボと同じ8、8室用意できるんだとしたらですよ、目標200室に対して、32室しか用意できてない <laughs>。32室しか用意できないんですよ、これ。この事業どうなってるんですかやばくないですか 闇ですよ、闇 <laughs>。お金回すための事業にしかなんか見えなくなってくるんですよね。200ヘア必要なんで200ヘア用意しますって言ってたらですね、32ヘアしか、え用意できるような金額と、なんか報告がされていないんですけど、どうなっているんですかねっていうようなお話ですよね。で、もう少しだけちょっとお付き合いください。このお金を回すための事業だったんじゃないかという点についてですね、もう一点怪しい点があります。え、こちらもですね、レッドさんという方が指摘されていますと、 活動報告書では前期に取得した不動産は1棟のみの様子建物簿価増加額割るアパートの延べ床面積で出した建築単価は1平米あたり約38万円で建築着工統計の平均単価 一平米19万円の約2倍と異常に高いです。何か事情があったり、他に不動産を取得していたりするのですかっていうようにですね、えー、このように指摘されてるんですけども、要するにですね、通常の2倍の値段で建築したものなんですよ、というようなですね、えー、報告をコラボがしてるわけですよ。そもそも1億円で8室ってなんか妥当なのかっていう、なんかちょっと少ないかな、というような気もしなくもない。まあ場所にもよるかもしれないですけども、あの部屋の大きさですとか、設備とかにも りまままありすすから、まあ、そこは何ともも言えないですけども、まあ、ただ、ですねやっぱり平均単価で見積もりすればですね8室じゃなくって16室用意できたわけですよそれをあえてですね2倍の単価に見せれば16室できるところ8室で済むわけですよ残り利益になるわけですよ。 なんか怪しくないっすか <laughs> あくまで事業についてですよ。コラボじゃないですよ。コラボはただただ選ばれただけですからね。おそらくあくまで選んだ方がなんか怪しいんじゃないかと。闇を感じるなぁというようなお話になってますというところですね。はい。こちら、いいねしておきたいと思います。で、レッドさんもですね、心配をしていますと。 記者が不当に高く建築工事を発注し差額の管理を受ける等の不正を行ったと批判者たちから疑われかねないと心配しています私でなくとも誰かが気づくことですし無用な疑いを抱かれぬよう母家が大きな秘目についてはある程度の明細や 注釈をつけてはいかがでしょうかっていうのでですね。ま、あこのようにですね、えー、レッドさんも心配をしていますと。ま、あくまでですね、コラボさんが騙されてるかもしれませんよと。なんか、こう、えー、工事した業者さんにですね、えー、ぼったくられてるかもしれないから、ちょっと気をつけた方がいいんじゃないかと。明細を公開してみてくださいと。皆さん、あの、ネット上でですね、詳しい方々たくさんいらっしゃるので、そういう方々にですね、公開してチェックしていただいた方がいいんじゃないでしょうか。<laughs> <laughs> そういうようなお話なわけですよねあ。いやー、怪しすぎて出せないですかね、うん。こちら、いいねしておきたいと思います。 え、このようにですね、当初ですね、予定されていた、この事業の目標に一切届かない事業になっているところもそうですし、なぜかですね、要件を満たさない業者が、え、要件をたくさん満たさない、一部要件を満たさないではなくって、もうとことん要件を満たさない業者がですね、選ばれているというようなですね、こういう事業があるわけですけども、もう本当にですね、なんか怪しいと、ここにもですね、怪しい事業があったぞーというのでですね、え、こちらのレッドさんが見つけてくださっていますというようなお話になっていました。なぜかですね、1億円って 価値質しか用意できていないしかもですね原価がですね異様に高い原価になっているぞというのでですねどこかどこかに利益抜かれているんじゃないかというところでですね、えー、レッドさんが心配されておりますというところですねまあこのようにですね、えー、どこかが不正を働いているのかなんか怪しい事業になっていますけどもこのような新しい怪しい事業についてですね、えー、ネット上の声も紹介していきましょうか、えー、まずはですねこちらのコメントですこのような疑問が出てもおかしくないと思います自分も平均単価と昨今の 資材高騰を反映させてもこんなにするかなと感じましたし、当本とかから調べられると、ちゃんと根拠出さないとその道の人が意外と見てるからね、というのでですね。まあ、今回のですね、レッドさんが指摘している、えー、その単価っていうのが、やっぱり他の方々から見てもですね、ちょっとあや、ありえない単価になっているんじゃないかというところでですね、えー、今回の事業を狙ってですね、どこかが不当に利益を取ってんじゃないかというところがですね、えー、ネット上でもこう噂されていますと指摘されておりますというところですね。は はい、こちらいいねしておきたいと思いますえ続いてはですねこちらのコメントです東京都関西インドの同事務局オン中こちらの件で重大な権威が発見しました単価について合理的な理由が確認されない限り ににとととっっってててはは詐欺被害法人にとっては特別配人罪も疑われる状況となないいまますす厳正な監査をお願いし今回の、でも東京と関係あるのかなちょっと東京と関係あるのかわからないですけども、こういう眠っている預金をですね、使うっていうのはちょっとどこが監督するのかわからないですけども、監督されるような組織はですね、え今回の件についてもですね、きちんと、うん、調査した方がいいんじゃないかなというふうに思いますけどね、どこかは不当にこういう予算をですね、えー利益として えー、取ってる可能性だってありますからね。はい。こちらもいいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。タイヤの件、駐車場代の件に続き、今度は不動産を市場価格より高く売り付けられるというコラボに対する攻撃ですかひまそらあかねなんかよりも、これらの攻撃に対して法的に何とかした方が良くないですか <laughs> ってな。 コラボが騙されてるかもしれないぞーっていうのでですね、今回高くコラボが、えー、売りつけられているわけなので、2倍にですね、不当な値段に売りつけられているわけなので、えー、コラボさんですね、そのような業者さんはですね、ひまそらあかねさんを訴える暇があったらですね、そういう悪徳業者さんをですね、訴えた方がいいんじゃないかーって。<laughs> <laughs> そういうようなお話になってますね。はい。いやおっしゃる通りですよね。シマそれアお金さんを訴えないで、うん、今回の不動産業者か建築業者かわかんないですけども、そちらを訴えた方がいいんじゃないでしょうか。被害額だって実際出てるわけですからね。こちら、いいねしておきたいと思います。 え続いてはですね、こちらのコメントです。野生の専門家が現れた感っていうのですね <laughs>。もうですね、こういうコラボがですね、なんか不正を疑われるようなことをするたびにですね、やっぱりそのジャンルで専門家の人が見た時にやっぱりおかしいっていうふうに気づくわけですよね。まあ会計の数字はまあ素人が見てもおかしいって気づくかもしれないですけども、まあその道のプロが見たらやっぱ嘘だとかっていうのはすぐわかってしまうので、 きちんとですね、第三者が見ても、その、怪しまれないような、きちんと納得するような内容の報告書ですとか、えー、数字ですとか、そういうのをきちんとやっぱ報告した方がいいですよね。まあ、誹謗中傷がどうだとかって言ってますけども、 そういうそのミス、まあミスなのかわかんないですけども、まあそういうおかしな情報の出し方っていうのをですね、減らさないと、えこれがおかしいんじゃないかっていうようなことはですね、一生言われますからね。ああだこうだ、誹謗中傷すんじゃねえっていうような暇があったらですね、まずは自分たちの報告する内容とか数字をですね、まずは改善するべきなんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい。こちらもいいねしておきたいと思います。 え、皆さんですね、今回、えー、またまたで、またまたですね、コラボと関わる団体にですね、えー、不正があるんじゃないかと、怪しいお金の動きがあるぞというようなお話ですとか、要件を満たしていない団体がなぜ選ばれてるんだとっていうようなですね、この事業の責任者はなんでコラボを選んだんだというようなですね、えー、怪しい話がまた出てきてますけども、皆さんですね、このようなコラボの周りに集まるですね、怪しい団体、えー、このような団体についてですね、皆さんどのようなご意見をお持ちでしょうか。決してですね、コラボは悪くないですよ。コラボを選んだ団体が 怪しいという話ですからね。えー、皆さんこのような、えー、団体についてですね、どのようなご意見をお待ちでしょうか皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです、えー。それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄にこちらツイッターのアカウントも載せておりますので、ぜひですね、こちらのツイッターのフォローの方もお願いします。 今回の動画はここまでになります。それではまた次の動画で。